ね、状況を読みながら、はい、背後を取ったりとか、足元を受けたりとかっていうことがね、富山シュート打ってきた、ロングシュートを放ってきました富山です。いいですね、はい、ロングボール、ロングスローもね、はい、ありますね。平木さん、はい、その岡山のクロスボールが入った、石毛ヘディングシュート、ポスト、決定的なシーンでした。赤峰落として石毛のクロスボール、いいクロスですね、逆ポストにいて、いや塚川惜しかったですね。下がりながら、若干下がりながらですよね、はい、少し岡山です。石毛コーナーキック3本目、いいボールだ、ヘディング、先制ゴールが決まりました。ここは赤峰のヘディング、自分たちの流れの中で先制ゴールが入りました。後ろから入っていった赤峰です。少しマークが外れてましたね。石毛が狙ってきた、ちょっと角度変わる、よく触りました笠原。もう一度今のシーン、この角度から、ちょっとこう角度変わったんですが、入ってきて、後ろ赤峰がいました、ヘディング後ろ洗う出してシュート、これも決定的ですが、笠原最後は右手一本、篠原落として最後は赤峰、強いシュートにはなりませんでしたが、見て一本、笠原、塚川前を向いた、石毛のシュート、ロングシュートを放ちました。石毛いいパンチ力ですね。そうですね、次のゴールを岡山が取れるのか。こちら白井のクロス、ヘディングシュート、ファウル、ここも繋いでくる神と、ここを狙っていたファクション陣、パスカット、神ね追い抜く動きがある、もう一度戻した、深いところからクラスボール、ヘディングシュート、2点目が入りました。2対0、大きな2点目が入って、沸きますシティライトスタジアム。途中出場の大竹、まあ、こせるような形になってね、肩ですかね、肩ですかね、ヘディングではないですね、これ頑張りましたよね。その中でのゲームです。ボールこぼれるけ、うまく外したぞ、ロゴパスを入れる、そして蹴らしましてシュート、左足でゲットをしました、赤峰今日2点目、3対0、3点目が入りました。ここも大竹が前で粘って狙いすまして、ポジショニング固めて、赤峰のシュート、ここで笛が鳴った、3対0、タジアーノ岡山、上位チーム4位、好調の水戸ホーリーホックを破りました。水戸の連勝を5でストップさせました。ファジアーノ岡山、負けなしが継続したのはファジアーノ岡山、これで7試合負けなし。水戸ホーリーホックは連勝5でストップ。